霊峰富士を望みます。静岡県御殿場にあります富士スピードウェイです。国際ツーリングカー耐久レース最終戦インターテック、今シーズンもワンクラス上の強さを見せつけるスカイライン GTR はリーボックの長谷見正弘、パルソニックの星野和義で全勝、 F1 パイロットのヨハンソン、マリラも GTR で参戦します。 BMW M3 のワンメイクレースとなったディビジョン2、カローラ、シビックの一騎打ち、ディビジョン3、ともに混戦模様のまま、まもなく決勝のスタートです。国際ツーリングカー耐久レース最終戦インターテック第7回を迎えた今回、8万人の観客を飲み込んだここ富士スピードウェイはまさに決勝がスタートしようとしている今、大変な熱気に包まれています。気温16度、路面温度17度と発表されています。さてこのレースの解説は81年富士グラチャンシリーズ第11代チャンピオンであり F3 第一レーシングチーム監督の藤田直弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。かなり白熱したレースが展開されそうですね。そうですね。星野、長谷見の、ね、戦いをね、ぜひ見てみたいと思います。はい。はい、そしてゲストにはピアシビックのチームオーナーでいらっしゃいます。おなじみ中島悟さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは主なマシンと選手を紹介してまいります。6戦前線連続のポールポジションを獲得した星野和義、鈴木敏夫のカルソニックスカイラインは今シーズン2勝、長谷見正弘、アンダーソー・ロフソンのリーボックスカイラインは今シーズン5戦中3勝、すでにディビジョン1シリーズチャンピオンに輝いています。対3クリッパー GTR は高橋健二、土屋圭一がドライブ、今シーズンディビジョン1 3番手です。今年はシエラから GTR に乗り換えての参戦、 F1 パイロットステファン・ヨハンソン、パオロ・バリラがドライブするナポレックススカイライン、ローランド・ラッツェンバーガー、トーマス・ダニエルソンのオートテック M3 は2年連続のディビジョン2チャンピオンに向け最短距離にいます。ディビジョン3で予選最速タイムをマーク、出光モーション無限シビックは今年も中古治、岡田秀樹がドライブ、ニューマシン AE101 を得てインターテックに臨むアドバンカローラレビンは鈴木圭一、新田森夫がドライブ、現在クラス2位です。中谷昭彦、服部直樹のニュー F1 コンビがドライブするジャックスシビックは現在クラス4位、ディビジョン3ランキングトップのプレイボーイトランピオシビックは村松康夫、原孝彦がドライブ、後方からの追い上げに注目しましょう。さてコース上はローリングがそろそろ開始されようとしています。112周500キロのハイスピードバトルが展開されます。ここ富士スピードウェイは全長4470メートル、2つの試験ヘアピンコーナーを挟みながらも非常に半径の大きい高速カーブ 100R、300R が待ち受けます。今ローリングが開始されました。スタート直前まで先導していますのはトヨタの最高峰エンジン4リッターレーザーアルファ V8 交換32バルブを搭載、創造と挑戦の車セルシオです。公式ペースカーとして登場いたします。公式セーフティーカーは日産フェアレディ Z です。 V6 3リッターツインカムツインターボエンジン搭載、足回りは4輪マルチリンクサスペンション、まさに時代をリードするスポーツカーです。今回カーナンバー3番リーボックスカイラインに車載カメラが積まれています。こちらです、車内、そしてフロント、またリアにもカメラが積まれまして、この3つのカメラでレース中のバトルを十分にお伝えしていくことができると思います。このローリングの風景だけでもかなり迫力がありますね。そうですね、こう蛇行されるとなんかこうふわふわしたり気持ちになりますね。これご自分があのこの富士スピードウェイを走ってる感覚になるじゃないですか。そうですね、はい、でまた対3クリッパー GTR をドライブする土屋圭一選手とは無線がなんとつながっています。土屋さん、取れますよ、どうぞ。もうちょっと大きい声でボリュームを大きくしてください、どうぞ。はい、土屋
さん、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそ初の試みですんで。川端さん、なかなか、はい、天候の方はなんかドラミの時に雨がパラパラするって言ったんですけども、今もうなんかパラパラしてますよ。あ、そうですか、降ってるね。そうしますとこのタイヤのセッティングあたりもそうですね、チームとして難しいですね。結構カットスリックを用意しておかないと厳しいんじゃないですかね。なるほど。先ほどピットからはグルーミングを入れているという情報も入ってるんですが、はい、はい、そのあたりまた今度はピットでの戦いもこののカメラからも見ることができるかもしれませんね。はい、そうですね。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。前回の時はもう少しボリュームを上げてください、はい、よく聞き取れません。わかりました。よろしくお願いいたします、はい、お願いします。そしてピットからの情報なんですが、永田康和さん、そして松井みどりアナウンサーに伝えてもらいます。永田さん。はい、永田です。よろしくお願いします。そして、はい、松井みどりです。よろしくお願いします。今ね、土屋さんのお話で雨が降ってきて、僕はまだ感じないんですけれども、ちょっと肌寒くは感じます。このままでいけば走った方にとっては非常にいいコンディションになると思うんですけどね。タイヤさんには大忙しになりました。GTR も増えました。でデビジョン2の M3 の争いも激しいですし、そしてデビジョン3にはいよいよ AE101 ニューマシンが登場ですね。この走りも非常に楽しみです。はい、ありがとうございます。後ほどよろしくお願いいたします。さて、ペースカーは今最終コーナーの出口へと差し掛かってきた模様です。現在ローリングがスタートしております。少しペース早いですね、はい、前回よりは。さあ、ペースカーがこの後ピットロードに入りますと、いよいよローリングスタートの開始です。隊列がきちんと整っています。ペースカーが今ピットロードへと向かいました。 4470m コース112周 500km のレースが今まさにスタートいたしました。さあ、1コーナーでトップで入るのはポールポジションのパルソニックか、それともリーボックのセミか。さあ、1コーナー注目しましょう。やはりパナソニックスカイライン星野和義ドライブ、真っ先に1コーナーをクリアしていきます。そしてその後にはリーボックスカイライン、アクシアが今2番手に上がってきたようです。4番手にはタイサングリッパー GTR、 この対 GTR がきちっと頭を押さえています。こちらは A コーナー。そして100R からヘアピンへと向かいます。このヘアピンをクリアしていきますと、続いて 300R が待ち受けます。かなりこの辺り星野選手が独走体制を固めようとしているところか、2番手3番手のアクシア、そして E ボックスカイラインはテントゥーノートの状態。さあ、 B コーナーに入ります。さあ、この辺りでも激しいバトル。この B コーナーをクリアして複合コーナーを回ってまいります。こちら最終コーナーへ向かいます。この最終コーナーを立ち上がっていきますと、いよいよホームステージにも決まります。さあ、今ホームステージを通過していますパナソニックスカイライン。タイムの方は1分39秒947。さあ、この辺り2周目に入りますが、ちょっとこの間隔を徐々に開きつつありますか、カトリック。そうですね、これ今ちょっと土屋君の車からね、四輪のブレーキロックの、おっと、これ D ボックスカイラインが今コースアウトですが、またコースに戻ったようです。これは今 D ボックスカイライン、スミ選手ドライブのその車載カメラなんですが、スミ選手の目にちょっと動揺が見られますか。さあ、今 A コーナー、石を抱えてしまったんでしょうか。石の跳ねる音も聞こえてまいります。この辺りちょっと予想しなかったですね。やはりあのブレーキ競争の時にちょっとアウトがりたもんで、そのインにうまくつけなかったんですね。それで仕方なしにこう車を接触するようになって、なるほど。既に今シーズンはディビジョン1のシリーズチャンピオンを獲得していますこの長谷正弘、今日はとにかく勝ちに行きたいと言っていました。さあ、こちらカルソニックスカイラインが1コーナーを通過したその直後、1コーナーで外に膨らんでこのサンドトラップに捕まってしまいました。中島さん、さすが4区でしょ、出ていきますね。あ、そうですね、これフォービル
ホームランから助かってるので帰ってこられなくなっちゃう。このまま GTR の場合はきちんと50-50に重量配分をして、そしてそのサンドトラックから脱出するというエマージェンシースイッチもついているということで、かなりやはりこのハイテクを満載している GTR ならではの今またコースに復帰した姿だと思いますが、さあトップ争いアクシアの2番手は変わりませんが、ナポレックスが今第3 GTR のテールにぴったりとついています。さあこちら星野和義、現在トップのカンサリックスカイライン、またやってないインカワイコパンポンポンポン得意の予選の時には激しいインリフトを見せていましたカルソニックスカイライン、やはり気合が入ってますね。そうですね、やはりこれがね星野の走りなんですよね。はい、どんな車に乗ってもやるの中島さん。ね、昔からですけどねこの走りは。川端さん、はい、1周目カルソニックスカイライントップで通過しました、はい、そして2番手のアクシアスカイラインとの差が1周目には2秒少し、そしてこの2周目には3秒624と毎週1秒ずつぐらい差を広げているんです、はい、なるほど、はい、ビハインドが広がっているわけですね。はい、はい、野島さんありがとうございました、はい、さあ順調に周回を重ねています。カーナンバー1番カルソニックスカイラインの星野和義、さすが富士は手慣れたものという感じがするんですが、さあ後方を走っています。現在3番手でしょうか、土屋さん、後ろからヨハンソンが来てますね。はい、今ちょっと後ろぴったりと疲れてると思うんですが、これはおそらく抜かれますね。そうですか、気を抜かないで頑張ってください。土屋君抜かれたらダメだよ、ちょっと寄せてみたら。さあまさに今スリップスリムから抜け出してダブレックスが真横を通過していきます。土屋さんなんとかならないですか。抜かれちゃった。いいよ、刺されてしまいました。抜かれるかバカ野郎、おめえなんかどけ。かなり気合が入ってますけれども、さあ遠赤ギリギリいっぱい。ナポレックスストレートは伸びるね、向こうの方がね。今ストレートどのくらい回転回ってんですか。7600。ああそうですか。さあ今度はナポレックスのテールをピッチリと捉えていきたい土屋選手です。さあ今土屋選手との予選もつながりました。かなり気合の入った走りを見せていますけれども、このヘアピンあたりなんとか隙を考えたいところじゃないですかね。そうですね、やはりストレートが速いっていうのはね、この富士ではね最大の武器ですからね。はい、中島さん、こうやって車載でご覧になるとどうですか。そうですね、ヘアピンの侵入ですごいオイルが出てる。あ、オイルが出てます。オイルすごいよ、ヘアピンのブレーキング。あ、そう、侵入の時点からもうバーってオイルが出てる。それは土屋さんのマシンからですか。いや、ナポレックスの方から。さあ今のはヘアピンじゃないですか。ヘアピンあたりですか。あっと、イルミスモーションムゲンシビック、ちょっとみんなまた1台オイルバタが出てないんじゃないかな。さあこれオイルに乗っているんでしょうか。フォースアウトがついています。香川19番のカロラレミンも今フォースアウトです。こちらはちょっと脱出不可能か、ピタリと止まってしまっています。さあ土屋さんが先ほどオイルがちょっと吹き出しているという情報を伝えてくれましたけれども、そのオイルに乗ったんでしょうか、何台かの車がフォースアウトしている模様です。さあのナポレックスをテール2ノーズ乗っています。中島さんの車ちゃんと走ってるじゃない、ね、オイルに向かってないけどね。ヨハンソンのブレーキがもしかしたら甘くなってきてる。あ、そう、じゃあブレーキング競争してちょっと抜いてみてくれる。あ、オイル、オイルがすごい。さあこの辺りちょっとオイルがアウト側広がってるようですが、土屋さん、ライン上にオイルが広がっちゃってるんでしょうか。ちょっとこの辺り無線がうまく更新できないみたいですが、さあ今ナポレックスのテールをずっと追い続けています土屋圭一選手、ドライブします。第3クリッパー GTR からの映像です。激しいバトル、今まさに決勝レースが行われているその映像です。あ、さあカローラがいる。このカローラどいてくれ。クリアしました土屋選手。さあ今ここスイッチ、川本さん、はい、中田さんどうぞ。今あのペースカーが出ます、多分これはオイル処理のためだと思います。
の情報ではペースカーがオイルの処理のためにコース上に出るという情報です。現在トップを走行しています、クラストップのアドマットのレビンです。はい、中田さんどうぞ。そうです、今その101のお話が出たんです、はい、今パートナーの関谷選手に来ていただいたんで、そのフィーリングを聞いてみたいと思います。はい、いよいよニューマシンの登場、シーズン後半になってから勝ちに来ましたね。そうですね、ホムロゲーションの関係でね、ちょっとこのレースになっちゃったんですけども、かなり前の車よりはポテンシャル上がってるんでね、今回もかなり期待できるんじゃないかと思うんですけど、足回りがすごく良くなって非常に乗りやすいっていうお話ですが、もちろん足もいいしね、エンジンも5バルブですごくね、軽くて上回せるしね、かなり期待をもかけてるんですけどね。今6番手なんですけども、この後どんどんじわじわと順位を上げていって、後半の走り楽しみにしてますから。そうですね、とにかく木曜日に CM ダウンした車なんでね、まだ 100% の力は出し切ってないんですけども、まあ、今回はちょっと納豆走法で行こうかなと思ったんですけど、そんな納豆走法というお言葉が来ました。関谷選手にお話を聞きました。はい、中島さん、何か中島さん意識した言葉が出てきたようですけれどもさあ、今お話を伺いました関谷正則選手のパートナーであります小川仁志選手がドライブしています、カーナンバー36番の富士通テントムスカローラ、現在はクラス7番手というところを走行しています。そして中島さんのチームオーナーであります中島さんのこの15番のピアシビックなんですけれども、現在はクラス3番手佐藤光選手がドライブしています。いや、なかなか順調ですね。そうですか、このまま行ってほしいですね。はい、どんどんと長いレースですからね。そうですね、去年も確かそうだったんですけども、やっぱり半分を過ぎてからのね、はい、まあ、いろんな車にもいろんな故障も起きるし、そこからが一つの勝負になるんじゃないですかね。そうですね、はい、このドライブしています佐藤浩一選手、去年のグループ A のディビジョン3シリーズ6位ということで、まあ、かなり実力はある選手ですよね。はい、中島さんからの応援の言葉といいますと、どんなことを注意したらいいですかね。いや、もう彼はね、本当なんていうかな、レースの組み立てというかね、安定して走るのうまいから、今日はいいんじゃないかな。なるほど、見てるのは疲れますけどねさあ、このあたり中島さんから見てるとちょっと疲れるということもあるんですけれども、やはりこのチームオーナーとして見ていますと、ハラハラドキドキといったところですね。客観的な解説からいきますと、藤田さんどうでしょうか。そうですね、やはりこのチームオーナーだとね、本当に心配でしょうがないですね。そうでしょう、やはり早くチェックを受けたいし、ね、そういうことはいつも思ってるからね。だから、まあ、佐藤君はね、本当丁寧な運転するドライバーだからね、本当僕だったら安心して見てます。なるほど、どうですか中島さん。いや、まあそう思って慰めてます。そうです現在ご覧いただいてますのはカーナンバー1番、変わらずトップのパナソニックスカイライン星野和也選手がドライブしています。今最終コーナーを立ち上がりまして、いよいよ13周目に入ろうというところ、周回遅れのマシンを抜いていきますホームストレッチ。星野選手は今日決勝レースに臨む前、真っ先にコースインいたしました。こういった時は大変気合が入っている時なんですよね。そうですね、彼が本調子の時はそうですね。現在走行4番手を走行中のヨハンサンドライブのカーナンバー12番ナポレックススカイラインです。土屋さん、さあ今土屋選手の車載カメラに映りました。この辺りかなり激しい G が組に襲いかかっているんですね。100R っていうのは結構きついですよね。はい、ヘアピンですね。さあ、ナポレックスが視界の中に入っています。対策グリッパー GTR、 さあこの差をじりじりと詰めたいところ。土屋さん、はい、詰めれないですか。今ヨハンソンに追いつくんですけど、はい、やっぱ立ち上がりで離されちゃいますね。あ、それよりも長谷美さんの方が速いという。そうですか、もっと速くアクセル踏めば最終コーナー、長谷美さん1コーナーで飛び出した後ヨハンソンまで追いついて、その先も見えなくなっちゃいましたよね。あれだけ飛び出してタイムラグがあったのに。
かなり藤田さんからも厳しい注文が出てますけどね。さあ今スペックの方向、あっとなかなか激しいドライビングです。土屋選手周回遅れのマシンを今気合を込めてクリア。そして口が荒いで今1コーナーに入っていきます。さあ A コーナーへ向かいます。土屋くん、土屋くん、はい、車が横にトントン跳ねてるけどどうしたの。あ、今あの M32 台をアウトから抜こうとしたんだけど、うん、アウトに寄ってきたの。あ、そう、コースの真ん中走ってたのに、アウト側から俺が行こうとしたらアウト寄ってきたの。ちょっとまずい発言でしたね。今後やめましょう。かなり余裕を持ってドライブしています土屋健選手ですが、現在5番手を走行中のこの土屋健選手、トップのパナソニックスカイラインとのビハインドなんですが、今26秒なんですよ土屋さん。追いついた。さあナポレックスに今追いついてまいりました。抜いて、さあ激しいテルテルノーズ。ダメだよそこで早くインに入らないと。さあこのナポレックスのテールを見つめ続けるんですか土屋さん。やっぱ立ち上がり早いな、ヨハンソンとは。スリップにうまく入れないけどこれダメだ。ピット入るんじゃない。前の車なんかおかしいよ、うん、おかしい。さあナポレックスがちょっとベースダウンしたようですが、ピット入ってんじゃない。はい、一気撃墜。はい、一つ番手を上げました。多分タイヤが垂れたんだと思う。なるほど、後ろからプレッシャーをかけてる方が楽ですね。なるほど。なんか東北一人旅じゃなくて富士スピードウェイ一人旅になってきましたけど、はい、今土屋さんが、はい、後ろ長坂さんですか。現在走行しているのは長坂選手のドライブします。そうですよね、 FET です。さあ今土屋選手が情報をくれましたが、デカナンバー12番のナポレックススカイラインピットインです。やはりタイヤに問題があったようです。さあ川場さん、はい、川場さん、リアが来てますね。左のリアです。あ、左のリアに大きなくぼみができています。はい、ここで4本変えて送り出します。はい、一気に全てのタイヤを交換して新たに出るということなんですが、かなりこれピットストップ時間かかってますね。ガス給油なしですか。さあガス給油してますね。さあちょっとこの辺り予期せぬピットインということなんでしょうか。現在ピットインの時間がまもなく50秒を超えようとしています。さあ一旦つけたんですが、またこれ付け替えました。いや、前と後ろ間違えたんじゃないかな。なるほど、ちょっとこうピットワークにもミスが出てるようですが。突然なんで慌てちゃった。チームの司令の方にも、まあ、予期できない出来事のためにまた違うタイヤをこれ今持ってきてますが、どうなるんでしょうか。永田さん。はい、永田です。チームの方にも焦りはないですか。かなりタイヤの選択迷っているんですが、無線が入ったのがピットに入る直前だったと思うんですね、はい、で用意を全くしてなかったもんですから、タイヤをこう順番に出す順位が決まってるはずなのが、それが把握できてなかったんでしょうね。なるほど、ちょっと慌ててます。でダメなのは確かに左のリアだけなんですけれども、はい、右のは左のフロントもかなりきついと思いますね。なるほど、はい、まあ、GTR に今回初めて乗っての参戦ということで、ヨハンソンもかなりそのドライブの仕方というもののノウハウがつかめきってないのかもしれませんね。どうでしょうか。それともう一つね、はい、多分今最初つけて出たスタートしたタイヤがね、予定以上に摩耗しちゃったと思うんですよ。それで、パッと一旦はつけたんだけども、いやそれよりも例えばハードで行かなきゃとか、はい、そういう悩みが今作業中に起き出しちゃったんじゃないかな。なるほど、そうでしょうね。そのあたり、いや、うちの走ってます。現在カナバ15番のヤシビック、危ない危ない。現在3番手変わらず走行中ですが、中谷失礼しました、ピアシビックは5番手ですね。佐藤浩一選手、これちょっと番手を下げています。チームオーナーとしてもちょっとこれ辛いところですが、こちら画面に登場していますのはディビジョン3クラス現在3位を走行中のジャックスシビック、ドライバーは中谷昭彦選手です。中谷選手は来年いよいよ F1 参戦ということが決まっておりますけれども、まあ、そのあたり、まあ、かなり、まあ、気持ちの中でもおっとこう激しいサイドバイサイド。さあ中谷選手、1つ
出す上のマシンを今追い抜いていきます。コーナーはこちらのデビジョン3の方が早いんですよね、はい、どうやってコーナリング中に抜くかっていうのは、やはりこういうところはうまいですよね、ドライビングとして。かなりギリギリにインをついてきましたね。そうそうそう、ほんのちょっとした隙にスッと入れればね、こういうふうに抜けるんですけど、ちょっとあれ戸惑うと接触っていうね、そうですね、ことが起きやすいです。来シーズンはブラマンから F1 フル参戦が決定しています。まあ、決定している理由なんですが、クレーバーなドライビングテクニックに着目しているという、まあ、チームからの要望があるようですので、そのあたりかなり冷静沈着なドライビングテクニックというところを、まあ、伺いすることができそうです。川端さん、はい、このジャックスの中谷選手なんですが、スタートは6位からスタートしたんですが、はい、その後トップを上回るような43秒台44秒台でラップを続けておりまして、今3位、さらに追い上げを続けています。そしてですね、4周目にコースアウトした100番の出光モーションシビック、はい、こちらはコンスタントに43秒台を出しまして、今8位というポジションなんですが、さらに上を狙おうかというところです。なるほど。その出光モーションシビックの目の前には、先ほどお伝えしましたカーナンバー36番の富士通テントムスカローラ、こちら小川仁選手がドライブするその車が今目前を走っているようです。こちらが今、野島さんから伝えてもらいましたカーナンバー100番の出光モーションシビックなんですが、ちょっとフロントのアンダーのところがやられているようですね。フロントバンパーですね、はい、やはりあのさっきのオイルに乗っかってスピン仕掛けたというか、ダート入った時にこういう風にこうダメージがあったと思いますけど、去年はこのインターテックで岡田秀樹選手がドライブしている最中に前後ともにクラッシュしてしまうという大変痛ましいクラッシュがあったんですけれども、ちょっとまあそれを彷彿とさせますが、まあ、この辺り空力抵抗にもかなり問題が出てくるものなんでしょうか。あまり言ってないと思いますけどね。そうですね、ただ落っこっちゃうだけですけどね。脱落しますとオレンジボールが出されてピットインということになるでしょうが、そのあたり次回のピットの時に直したいというところですね。そうですね、どん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 あれがこう路面との、ね、隙間が狭くなってくるとオレンジボール出る可能性がありますよね。はい、現在クラス8番手を走行中カーナンバー100番の出光モーション無限シビック中久保修選手がドライブしています。そしてこちらはカーナンバー25番アドバンカローラレビン鈴木圭一選手がドライブ、その後ろピタリと今スリップストリームに入っていますのはカーナンバー37番現在2番手走行の富士通テントムスカローラ星野カル選手がドライブ。もうこの2人は本当にもうツーリングカーの本当の超ベテランですね。しかしこの1コーナーに入るのはもう見てても怖くないもんね。そうですね、本当に面白い戦いをするから、もう絶対にこの2人だったら当たんないもんね。ねえ、もうギリギリ1センチぐらいまで近づいても大丈夫ですよ。はあ、激しいテールツーノーズ、まあ、そのあたり、まあ、気心が知れてると言ってもいいんですけども、信頼があるでしょうね。何でもねやってますからね。本当に見ててもこれは気持ちいいですよね。後ろからおっちゃんが来たんじゃない今のは。そうですね、かなりハイレベルな段階でのブレーキングポイント、そのあたりもお互いがこうよく理解してるんでしょうね。そうですね。さあこの辺りのヘアピンもきっちりとテールトゥーノーズで進んでいきます。その内側インを今カルソリックスカイラインが抜いていきました。そして覆いかぶさるように今入ってきます。そうですね、こういう風に、ね、抜かれ方でもね全然後ろ関係なしでこの2台がね、ねやってますからね、うん、まあ見えてはいるんですけどね。そうね、その2クラス上手いね。だから上のマシンが後ろから抜いていくというところもやはりこの考えなければならないディビジョン3のマシン。そうですね、下のクラスはね抜かれ方にも自分の順位に響きますからね、はい、だから、まあ、本当に今なんかは綺麗に戦いの順位が邪魔にならないような。さすがにこれは最後まで面白いですね。はい、とさあずっとテールトゥーノーズ、この辺りでもずっとこれだけ一周テールトゥーノーズが続いてますと鈴木選手プレッシャーっていうのはどうなんでしょうか。いやもうこの2人にはそういうものはないでしょう。素晴らしいんでます。これ横に出てるのはね、その車全体を冷やしたりとかね、ブレーキ冷やしたりなんかしてるわけですよ。おっとこれはうまく使って、さあここでインをついて、さあここでディビジョン3クラストップが入れ替わりました。うまくカナンバー36番の使ってるみたいなスリップをカローラ、37番の富士通テントムスカローラ星野カル選手です。でもまた次のラップは分かんないよ。さあこの辺り激しいテルトゥーノーズ結構2人で楽しみながら、これはいいですね。そうですね、本当に2人とも差がないですからね。車は一緒でしょ。
アドバンカローラが追いかける形になっていますが、やはりこちらもピタリとテールトゥーノーズ、何かランデブー走行という感じですね。さあ現在ディビジョン3クラス1、2はこの2台です。トップはナンバー37番の富士通天トムスカローラ。ちょっと立ち上がりは、ね、アドバンの方がいいみたいですね。そうね、共に今回から参戦のニューマシン AE101 なんですが、かなりこれポテンシャル高そうですね。そうですね、まずいですよこれ。一戦目からうちのチームから見るとまずいことだな。いや、シモーナーとしては辛いことなんですが。さあ順調に周回を重ねていきますディビジョン3クラス、トップの2台です。しかしカナンバー25番のこのアドバンカローラをドライブしています鈴木圭一選手、かなりこの長いドライブ歴があるんですが、唯一のプライベーターというところも注目したいところですね。そうですね。さあここでまた横に並びました、サイドバイサイド1キロの直線、ここでじっと前に出ました。さあどうでしょうか、インをついてまたトップが入れ替わりそうです。現在周回24周目に入っているようなんですが、ここで激しいテルテノーズ、さあインをついて、いや抜かせません、激しいブロッキングです。ちょっと手を挙げてますが、鈴木選手が何の合図をしたんでしょうか。今1コーナーの出口のところでちょっと手を挙げました。さあ激しいテルトゥーノーズ、これだけやってるとちょっとスカイラインも入っていけそうになるそうですね。ベテランの間に挟まれる形になりました。2クラス上のアクシアスカイラインです。さあアクシアがインをついて、この2台周回遅れのマシンを今クリアしていきます。周回遅れといいましても、この2台はディビジョン3クラスのトップ1、2です。1、2、3が繋がってますよね。真後ろがそうでしょ。そうですね、シビックがついてきましたね。カナンバー14番のジャックスシビック、このいわゆるツーリングカーに乗っていて、何かこのフォーミュラにフィードバックするような点というのは何かありますでしょうか。どうですかね、中島さんの、はい、ツーリングフィードバックできるようなものって、まあツーリングカーからフォーミュラっていうよりも、やっぱりフォーミュラのは企画が非常におおらかですから、はい、その中でどういう、もちろん走るためには最高に出来上がってるわけですから、それをこういうツーリングカーというもっと厳しい企画の中にどんだけ取り入れるかってことだと思うんですよね。ドライバーの気持ちの上でも、いやこれは面白い戦いですよ、うん、かなりこれ激しい接戦となっています。さあ現在周回は25周目に入っていますディビジョン3クラス。さあトップがまた入れ替わりました、カナンバー37番の星野薫選手、そして2番手にはアドバンカローラレビン鈴木圭一選手、そしてそのすぐ後ろにカナンバー14番のジャックシビック中谷昭彦選手、激しいワン・ツー・スリー体勢。中谷選手もこれ伺ってますね、インをつこうというふうに。そうだけど後ろスカイライン来ててもどうしもできないね、これ前で3台もやってると。さあ現在の周回はディビジョン3クラス25周目に入っています。さあその後ろに今ついていますのはリーボックスカイラインの長谷見選手。さあここで周回遅れのマシンを今抜き去ってきます。まあやっぱりね、この3クラスっていうのは車が車重軽いですからね、コーナリングスピードは速いですから、はい、ブレーキとかね、なかなかそのコーナリングでは思うように抜けないですね。それは抜けないでしょうね。さあリーボックスカイラインにリードされる形で今3台のディビジョン3クラスのトップのマシンが駆け抜けていきます。最終コーナーへ向かいます。いやこのストレートはちょっと面白い。さあ最終コーナーからホームストレッチへ。さあここでおっと接触だ、第3のスカイライト、今カナバ100番のイデミスモーション無限シビックが接触したんでしょうか。コースアウトしています。さあレースに復帰できるんでしょうか。復帰した模様ですが、ちょっとこれダメージはどうなんでしょうか。大丈夫でしょう、それのことはないでしょう。土屋さん、さあ今ちょうど100番の
車と接触したんでしょうか。絡みました土屋健選手、話聞けますでしょうか。さあこちらはナンバー11番のトランピオカローラ、これは横島選手ですか、リタイアとなってしまったようです。残念です。11番のトランピオカローラ横島選手、今車を降りました。7番手を走行中だったんですが残念です、リタイアとなりました。土屋さん、はい、先ほど100番とちょっと絡んだようですが、はい、先ほどの100番のイルミスモーションとちょっと絡んだようですが、僕がインに入ったせいでしょうかね。多分そうだと思いますよ。そのあたりでこのラインを取る取らないというところでブレーキで振らせていたんですかね。かなり駆け引きの上での、まあ、コースアウトになってしまいましたが、ブレーキ入るとこで前の右前が起こったみたいです。岡田君ですか。中子選手ですね。中子治選手のドライブです、ね、もうズルズルケツがフロントモリアもひどいよね。タイヤさあタイヤのグリップがちょっと弱まってるか。さあリボン使えない、タイヤが用意されてますね。ピットインの準備が整っているようです。さあオロクソンが出てまいりました。川端さん、はい、当初の予定はおそらく35周だと思うんですけれども ね、ここで入ってくるとすると数ラップ早いことになりますね。なるほど。オロクソン出てきました。今無線を聞いているものが動き始めましたから、アゼル選手から合図があったようです。序盤のコースアウトの影響もあるでしょうか ね。そうですね。おベルトを外しかけました。はい、ここでピットインです。 B ボックスカイラインが今ピットへ向かいます。現在の周回は30周を間もなく終えようというところ、ピットインです。川端さん、はい、このリーボックスカイラインと土屋圭一選手の第3グリッパースカイライン、はい、差が16秒685ということで、ここはチャンスですね。さあこの辺りの選手の交代、そしてタイヤチェンジ、そして燃料補給も行われていますが、この辺りのチームのコンビネーションご覧いただきたいと思います。17秒、18秒、19秒。川端さん、はい、やはり左のフロントともリアもブリスターができていますね。なるほど、はい、もう限界だと思います。さあタイヤはギリギリ限界のところまで来ていたようですが、29秒7で今ピットアウト。早いですね。早いですね。してタイヤ交換のね。さあ今度はオロクソンがドライブ、あっと星野パソニックがピットインです。37周目走行中、ピットに入ります。カナンバー1番のパソニックスカイライン、先ほどの藤田さんの、まあ、この考えでいきますと、かなりこのタイヤの持ちがいいようですね。そうですね、この気温に対してうまくマッチングしてるって感じですね。タイヤがスタート時で路面温度が17度とお伝えしましたが、現在はやや上がっているんでしょうか。さあ、それでの作業が今続けられています。17秒、18秒、今鈴木敏夫選手にドライバーも交代しています。燃料補給も終了。さあアドバイスをもらって27秒4で今ピットアウト。約2秒ぐらい早いですね。そうですね。さあこのビハインドどれだけ取り返すことができるか。さあ今ピットエンドに向かっていきます鈴木敏夫。さあこの鈴木敏夫選手と武田選手、とてもいいコンビネーションですよね。そうですね。これで敏夫選手がですね、やはり36秒コンスタントに走ってくれればね、もう本当トップは安泰っていうところですね。なるほど。この鈴木選手なんですが、星野選手が稼いだマージンを減らさないようにするのではなくて、減らしてもいいから1位でゴールすることを心がけたいというコメントをいただいたんですけれども、そうですね、やはりその減らすっていうよりはその差をね、いかに自分で保っていくかっていうことを考えながら走ってると思いますよね。なるほど。この2人に共通していることはマシンをいたわっていく、まあ、そういうことだというふうに金子監督も言っていたんですが、まあ、そのあたり特にね、鈴木敏夫はね、マシンをね、はい、コントロールするの上手いですから、こういう車で大事に乗っていきますからね、はい、星野みたいにこうインリフトしたりとかね、これほとんどないですから、とうまく車をコントロールしますよね、はい、さあこちらは現在トップを走行中のアクシアスカイラインなんですが、やはりここでフットインですね。タイヤとそしてドライバーの交代となりそうです。ここでまたビハインドを取り返しまして、カラソニックがトップに立つ模様です。やはりこの辺りタイヤもそろそろ限界ですね。そうですね、思ってたよりはタイヤの減りが早いっていうところじゃないですかね。そうですね。
今度は影山雅彦から清水和夫にドライバー交代されます。影山が今ドライバー交代しています。清水のセッティングを手伝いながらアドバイスをいくつか与えているのではないでしょうか。さあタイヤの交換も済んでピットロードに向かいます。こちらは再びトップに立ちましたカーナンバー1番のカルソニックスカイライン。そうなんですね。これこれは最終コーナーへ行き、土屋です。最終コーナーです。これよりピットインします。さあピットに向かってピットインの連絡をしました土屋選手。第3クリッパー GTR カーナンバー2番、今車内映像でご覧いただいていますが、さあピットインしまして、これからタイヤ交換、そしてドライバー交代もこれあるんでしょうか。ドライバー交代ですね。そうですね。さあ今ピットへ向かいます第3クリッパー GTR。 さあ今千葉監督の指示によりまして、ピットはかなり激しいピットインです。さあここで高橋健二選手にドライバー交代。さあ何秒でピットアウトすることができるでしょうか。川端さん、はい、2番ですけど左のフロントもリアも外れませんね。特にあのフロントがまだ外れていません。外れる時間かかってます。フロントが外れない、はい、ちょっとトラブルですね、はい、さあこの辺りちょっとトラブル、ビハインドを抱えてしまいます。対策クリッパー GTR 土屋選手からは今高橋選手の方に情報を渡していますが、その間にもタイヤが外れない。やっと外れました、ね、さあやっと外れました。浜田さん今外れました。さあピットインの時間がまだまだかかっている。48秒50秒超えそうだ。さあちょっとこれピットインの時間長引きました。そうですね。おっとここで近藤雅彦選手のドライブのセンターエッジにスピンですか。やはりねだん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 路面状況悪くなってきてますからね。おっと出ていきましたね。さあ現在6番手クラス6番手を現在、クラス9番手ですね、走行中の近藤雅彦選手、今ちょっとスピンをしてたようです。やはり路面にですね、はい、あのゴムとかね、そういう荒れてきてる、そこでこう G がかかった時のブレーキングっていうことでね、ちょっともうタイヤも減ってきてる、はい、そうするとこうほんの一瞬でパンとスピンしたんですね、あそこは。なるほど、はい。さあこちら激しいバトルが続いています。カーナンバー25番のアドバンカローラネリ、そして37番の富士通テントムスカローラ、ともにこの辺りディビジョン3クラスのワンツーを打っていません。先ほどトップを走行中でしたカーナンバー14番のジャックスシビック、中谷昭彦がドライブしていたんですが、シャフトドライブが折れたということでピットイン、そのために8周ほどビハインドを背負いまして、現在15位でクラス15位で服部直樹にドライバー交代してコース上復帰しているようです。はい、ジャックスなんですけれどもね、はい、左のドライブシャフトが折れちゃったんです。このために1コーナーで飛び出したということなんですね、だからほとんど1周回ってきてピットに入って長い周期だったんですけど、今ドライバー変わってコースに戻りました、はい、今2クラスのトップを争うオートテック、あるいはそのビーイングもですね、ビーイングの方は今小畑に変わってピットを滑り出しています。なるほど。さてご覧いただいてますのはディビジョン3クラス、現在トップを走行中の2台です。ともに AE101 ニューカローラレミンです。ドライバーは鈴木圭一と星野香織、ともにファーストドライバー、そのままの走行です。これディビジョン2クラスのマシンのピットインというのは何周ぐらいを考えたでしょうか。1周クラスですね、はい、約ね、ディビジョン3クラスですね、約50周から5周までの間に交代だと思いますね。なるほど。そうすると現在の走行がだいたい51周52周といったところですから、はい、まあ、こうなりますと、まあ、そろそろ近いんじゃないかなというところですか。あと約10ラップはね、そのディビジョン1にラップされるだろう、されるだろうということで、やはり一応100周から102周っていうところを見てるんじゃないかと思いますね。なるほど。それがちょうど半分のところで、ガソリンも入れてタイヤも交換して出ていくっていう計算じゃないでしょうかね、はい、さあホームステージに帰ってまいりましたこの2台、しかし本当につかず離れずのバトルを繰り返していますが、そうですね、やはり同じタイヤを履いてるせいもあってね、はい、コーナリングスピードも変わらなければね、エンジン性能もほとんど変わらないんですよね。
赤と黒のマシンがアドバンカローラレビン、そして今インに入りましてスリップストリームから今トップを奪い返して1コーナーに入ります。このマシンがカナバ37番のスーテントムスカロラ、この後ろを走っていますマシンがオートテック M3 カーナンバー35番です。ディビジョン2クラス現在トップに躍り出ましたカーナンバー35番のオートテック M3、 ドライバーは変わらずロランド・ラッツェンバーガーです。カーナンバーさん、はい、現在の順位の状況をまとめてお伝えしたいと思います。はい、お願いします。まずディビジョン1です。トップはカルソニックスカイライン、そして2番手にアクシアスカイライン、先ほどまで2番手を走っていたリーボックスカイラインなんですが、はい、2回目のピットインをしましてちょっと順位を下げてしまいました。ただですね、ドライバーが変わってから37秒台38秒台のこのディビジョン1の中でオロフソン選手かなり上の方のタイム36秒台を出しています。はい、続いてディビジョン2です。はい、ディビジョン2トップはカーナンバー35番のオートテック M3、 2番手がタイサンアバーハウス M3、 3番手にビーイングケガニ M3 となっています。そしてディビジョン3、こちらはトップがカーナンバー25番アドバンカローラレディ、2番手に富士通天トムスカローラ、3番手に出光モーション無限シビックとなっているんですが、おっと今火を吹きました。そのカローラレディなんですが今火を吹きました。36番のマシン火を吹きました。ドライバーが今外に出てまいりました。さあ大丈夫でしょうか。消火器を引っ張っても消えないですね。消えないですね。今エンジンの下からですか、これおっと今炎が湧き上がりました。さあこれはかなり激しい炎に包まれています。カナンバー36番の富士通テントムスカローラ小川仁志がドライブしていたんですが、ご覧のように今グレンの炎に包まれています。さあ今1コーナーに入ろうかというピットを出たあたり手前のところなんですが、ものすごい炎に包まれています。今小川仁志選手が自ら消火器を手にしています。川田さん、そのためペースカーと今消防車が入りました。はい、今クローが出ました。小川仁志選手がピットロードから出てきたところ、漏れてます。ガソリンですか、あれガソリンですか。ガソリンが漏れてるんじゃないですか、あれ。うわ、下から漏れています。 それに一気に引火、ボンネットフードの方まで一気に炎が湧き上がりました。まるで火だるまです。この中から冷静にその歩みを進めました小川仁志選手ということですが、さあカナンバー25番のペースが落ちましたよ。アバハウス、これはこれがちょっと今ペースを落として走っています。いや、なんかトラブルですね。はい、さあ何かトラブルがあったでしょうか。川端さん、はい、この25番のアドバンカローラレビンなんですが、一周前にピットインしたばかりなんですよね。アドバンカローラレビンですね。はい、先ほどトップ争いを繰り広げていましたアドバンカローラレビンが今ちょっとペザーっと今ハンドルを叩いています。何かこれはとっさには対処できないようなトラブルが起きてしまったんでしょうか。さあこちらはカーナンバー37番、現在トップに躍り出ました富士通テントムスカローラ。川端さん、はい、こちら、はい、こちら近藤選手のピットの前なんです。近藤選手にお話を伺いたいと思います。はい、近藤さんどうもお疲れ様でした。残念でした。はい、あのスピンはどうしてスピンしてしまったんでしょうか。いや、途中のスピンですか。あそこ300ある土が出てたのを大丈夫だろうと思ったらリアから行っちゃったんで、でもまあうまく止められたし出れたんで、ただまあでも自分としてはいいところまで行ったと思うんですけどね。スタートも決まりましたし。あと今後の課題としてはどんなものが残りますか。課題そうですね、117ですか。それをうまく均等に走るということをね、日頃からやっぱりいいペースでずっと走れるようにしておかないと。予選悪かったんで、無理していかないと前行けなかったんで、自分としては無理していったんで。さあ今1コーナーのところちょっとすみません、松井さん、今15番のピアシビックがですね、1コーナーを出た入り方のところですか。スタンドトラップに捕まってこれ脱出不可能のようですね。
島さんが今ピットの方へ降りていったばかりといったところなんですが、激しいディビジョン3のトップ争い、富士通10トムスカローラ37番ビハインドがほとんどなくなりました。カーナンバー100番の秘密モーション無限シビック、さあ激しい争いです。ロッソと中子サムの戦い、中子が攻めるテール2マウスの状態です。さあ現在ロッソシビックラスは70周目です。インを突こうとする中子、しかし抑えるロッソ。さあロッソの方ちょっと辛そうですね。これそうですね、ミッションにしては2速はちゃんと入ってるんですよ。さあ外からかぶせるか、これもちゃんと入ってますね。いよいよ最終コーナーへと向かってきますが、さあアドバンカローラレビン、そしてシビックとのこの激しいバトル、テルツーノース B コーナーからそして最終コーナーへ。ちょっとこれロッソのペースが落ちてますね。さあインから行った、中間行った、ここでダメっていうことは、ディビジョン3クラストップは3番の長久保サム、トップで今ホームスイッチに乗ってまいりました。どんなふうに考えられますか。そうですね、考えられるとすると、タイヤか、はい、そのミッションかっていうところなんですけどね。2か3の差は、さあ対戦クリッパー GTR が今ここでちょっとコースアウトしてしまったようですが、タイヤがかなり垂れてるという話もあったんですけれども、どうでしょうか。先ほどねブレーキを嫌ってましたんで、これですね。さあこの辺りちょっと土屋さんに原因が聞ければいいんですが、さあ今ちょっとコースアウトしてしまったんで、今懸命のコース復帰、そして前への追い上げを見せているところ、ちょっとこの時点では引けないかもしれません。土屋さんどうしたの、土屋さん。ちょっと無線の方も今繋がらないようです。さあ懸命の追い上げ、ピットの方からはいけいけ前に追いつけという指令が出ているそうなんですが、さあその指令に応えて、ファーストコントロールが当たっているのかな。ファーストコントロール3から2に行ってます。さあ今トラクションコントロールの変更をしているようですが、この辺り土屋さん取れますか。土屋さん、さあ今1コーナーをクリア。さあ今ちょっとコースアウトしたんですが、対戦クリッパー GTR 見事に立ち直りまして、土屋圭一選手ドライブ、この車今前へ前へと追撃を開始しています。現在は4番手の順位です。さあレースは大詰めに入ってまいりました。109周目の走行となります。依然トップ変わらず、カーナンバー1番のカルソニックスカイライン星野和義がドライブ、逆光の中を1コーナーを今クリアしていきます。いや実に安定してますね。川端さん、はい、川端さん、はい、ピットです。先ほど ラッツェンとそのダニエルソンのデビジョン2のトップチャンピオンを狙う車がピットに入ったんですよね、はい、エンジンがばらつきました、はい、これはコンピューターじゃないかということでですね、監督がすぐにコンピューターを変えるという指示を出せました。でとにかく走っていればチャンピオンになるんだかということで戦列に復帰させています。なるほど、今音は元に戻っています。はい、その35番のオートテック M3 なんですが、ダニエルソンにドライバーが今乗り換わっているんですけれども、このまま最後まで走り切ってなんとかランキングトップを守ろう。そうですね、年間チャンピオンをこれ取りたいということですね。そうですね。さあこちら第3クリッパー GTR の車載カメラ、はい、土屋さんいらっしゃい。かなりこれ逆光きつくないですか。はい、逆光がきつくないですか。タクアルがね、お尻がブリブリ出るんですよ。なるほど、たまんないですよ。出したくて出してじゃないですよ。これマシンの挙動を抑えながらのドライブ、かなりきついものがあるでしょうね。お、アイルトンから入る、アイルトンから。何それは。プレーボーイの村松です。ああそうか、アイルトンから本物のヘルメットをもらったんですよ。なるほど、余裕のあるドライビングです。土屋さん、なかなかかっこいいですね村松君。さあもうすでにコースの脇に車を止めてしまってリタイアしている選手に向かって手を振るという余裕を見せてくれましたが、さあこちら今カルソニックブルーのカルソニックスカイラインが今その勇姿をみんなに見せつけるようにしてストレートエンド1コーナーへと向かっていきます。現在110周目に入っています。さあ残りはあと3周です。
よいよ大詰めに入りましたが、さあこのカルソニックスカイラインの星野和義、最後まで手を抜かないでいくでしょうね。やっぱりそうです ね土屋さん、藤田です。土屋さん、後ろ星野さん来てるでしょ。後ろは来てますね。どこで抜かせますか。安全な場所で、タクアールアウトから抜いてもらえますか。タクアールアウトから抜かれるとちょっとドラとして寂しいものがありますね。とてもレースをしている間の会話とは思えないんですけれども、今 できるものであれば直線で抜いていただきたいですよね。なるほど、今タイサンクリッパー GTR からの車載、今カメラが後方を向きまして、今追い詰めようとしています。このカルソニックスカイラインの姿が徐々に捉えられてくる頃じゃないかと思います。あれ星野さんですか。そうです、星野和也選手です。1台後ろですね。1台後ろ、今辻谷さんの目にもこのカルソニックブルーが入ってきたんじゃないかと思いますが、いますね。さあ、いよいよ最終コーナーが立ち上がってきます。はい、長谷さん、どうぞ。長谷選手のマシンでしょうか。リーボック煙を吐いて今ピットの方に駆け込んできます。あ、長谷選手のリーボックスカイラインでしょうか。今ピットへ入ってきました。左のフロントフェンダーのところ破損してますね。左のフロントタイヤがバーストしたようです。なるほど、ホイールから脱落しているようです。フロントタイヤです。うわ、完全にタイヤが外に飛び出している状態ですね。さあ、長谷見選手もちょっと気持ちの上で焦っているところじゃないかと思うんですが、ピット作業が今進められています。うわ、かなりこれホイールハウス痛めてますね。今24分でピットアウト、終盤に差し掛かってさらにトラブルを重ねましたリーボックスカイライン。さあ、長谷見選手このままコースインです。1周半っていうか、そうですね、あと1周半ぐらいですね。はい、さあ順調にトップを周回しています。カルソニックブルーのアナンバー1番、カルソニックスカイライン、ドライブしているのは星野和義。現在111周目となりました。さあ、逆光の中このスカイラインがどんどんとその勇姿をグランドスタンドの前へ向けて今表してまいりました。太陽に実に映えていますこのカルソニックブルー。星野和義、最後の最後まで力を抜かずに力の入った走りを見せています。さあ、いよいよ最終コーナーを立ち上がってグランドスタンド前ホームストレッチへ戻ってまいりました。このホームストレッチを過ぎますと残りあと1周となります。最終ラップとなります。星野和義、さあ影の輪が立ち上ります。この1キロの直線、今カルソニックブルーが次第にその輪郭をあらわにしてまいりました。それフェンド、さあ最後の1コーナー通過となります。ファイナルラップに入りました星野和義。さあ1コーナーをクリアしていきます。全くこれ車体には問題なさそうですね。そうですね、タイヤもちょっとリアが滑り気味かなっていうところなんですけど、はい、グリップはしてます。112周目に入っています。最終ラップ、見事に500キロを走り抜こうというその直前のカルソニックの勇姿です。この 100R からヘアピンを抜けますと、もうほとんどあと半周も残っていません。順調に何者も邪魔することがない中、このカルソニックスカイラインが今その歩みを進めています。星野和也選手、落ち着いたドライブ、そしてパートナーの鈴木敏夫選手の顔も見えました。さあ、その鈴木選手が待ちます。ピットの方へと次第に近づいてまいりました。さあ、もう間もなくホームスレッジにその勇姿を見せることになります。カルソニックブルーのカルソニックスカイライン、 B コーナーを通過、そしていよいよ複合コーナーを立ち上がりますと、最終コーナーを抜けてチェッカーフラッグの待ちます。112周500キロの最後、さあホームスイッチに戻ってまいりました。91国際ツーリンカー耐久レースインターテック、見事に総合優勝を飾ったのはカーナンバー1番のカルソニックスカイライン、星野和也選手、そして鈴木敏夫選手の組です。そしてディビジョン3クラス、見事トップでゴールに入りましたのはカーナンバー100番の出光モーション無限シビック。さあ、総合優勝を飾りましたカルソニックスカイライン、今クールダウンも兼ねましてゆっくりとこの直線
2470m の富士スピードウェイを周回しています。はい、放送席川端さん、はい、どうぞ。今ドライブ終わりました。優勝した星野選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。どうも。いやもう本当に横綱相撲、いわゆる星野パターンという勝ち方からした。うーん、車すごく調子いいからね、大事にいったんですけどね、まあ良かったですね。パートナーの俊夫選手もしっかりその役目果たしてくれて。そうですね、感謝します。見事な締めくくりですよね。そうですね、今日賞金多いんでしょう。インターテックお祭りだし、グランプリ、グループ A のグランプリですからね。そうですね、まあ、チャンピオンの総合的には逃したけどね、まあ、最後の締めくくりで来年につながるためにもね、良かったんじゃないかな。素晴らしい走り、本当にありがとうございます。そしておめでとうございます。どうもありがとうございました。星野さんにお話をお伺いしました。はい、ありがとうございました。2年連続インターテック優勝を飾りました、カナンバ1番カルソニックスカイラインの星野和義選手にお話を伺いました。いや、実に素晴らしい笑顔でしたね。はい、そうですね、本当快勝っていうかね、ノントラブルでこう500キロ、ね、走り抜いた、本当気持ちいいですね、鮎川は。そうですね、そして鈴木敏夫選手とのコンビネーション、実に見事なものがありました。ご覧のように91国際ツーリンカー耐久レースインターテックディビジョン1優勝、総合優勝はカルソニックスカイライン、4位のリーボックがご存知の通りシリーズチャンピオンを獲得しています。ディビジョン2優勝はタイサンアバハウス M3、 惜しくも2位となった35番オートテック M3 はシリーズポイントランキング1位を死しました。ディビジョン3優勝、そして逆転でシリーズランキングトップを奪ったのはディミツモーション無限シビックでした。さてレースを振り返ってどのような感想を。そうですね、やはり100番のこう健闘ですね、はい、これが一番良かったですね。そうですね、白熱したレースでした。ありがとうございました。解説は藤田直樹さん、実況川端健二でお伝えしました。それでは祝福の拍手に包まれます富士スピードウェイからお別れします。さようなら。